8月8日土曜日、ニューズオペエド、ナビゲーターの船橋明恵です。早速本日の出演者をご紹介いたします。解説委員は作家の伊沢元彦さんです。よろしくお願いします。そしてノーボーダーの上杉隆社主です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ではここで一旦 CM でしょうか。はい、 CM に入ります。樹齢千年のオリーブの下で永遠に眠ることができる樹木葬、合祀もなく人数制限もない、家族と共に永遠に眠る永代供養、樹木葬ハピネスパーク千年オリーブの森。ニューズオペエド、本日のオペエドバイラインではテレ朝玉川氏処分、そしてひろゆきツイートの話題を取り上げてまいります。生放送ではありませんが、番組への質問や感想はツイッターと YouTube で受け付けています。ツイッターはハッシュタグオペエドでツイートしてください。まずはテレビ朝日モーニングショー玉川徹氏の謹慎処分の話題から参りたいと思います。テレビ朝日は安倍元総理大臣の国葬を伝えた先月28日の情報番組羽鳥慎一モーニングショーの中で事実に基づかない発言を行ったとして自社のコメンテーターを4日付で出勤停止10日の懲戒処分にしたと発表しました。菅前総理が読み上げた追悼の辞について当然これは電通が入っていますからねなどと発言したことを受けての処分ということなんですけれども、こちらの話題について地上波番組のご経験がある上杉さんはいかがでしょうか。はい、玉川さんとはね、昔スーパーモーニングという番組でずっとご一緒してました。はい、で、ね、まず勘違いしてるのが彼ジャーナリストっていうかディレクターなんですよ。はい、だから自分でも言ってた通り番組の演出でこういうことやりますよって言っちゃってるわけですね。うん、ここに一つ問題点があります。うん、はい、報道番組と思われるものが演出していいのと、うん、ところがここはね やっぱりこのテレビ局のずるいとこで、いやいやってそういうふうに言われた時はこれ情報番組なんで、報道じゃないんですよって逃げるわけですね。うん、でとはいえこの私たちが真面目に取り組んでますという姿勢を見せる時もある。うん、まあ、これでまず基本的には一つ解説でないのが彼はディレクターです、はい、未だに。もう一つ彼は社員です、はい、社員のジャーナリストってこのように存在しないんですよ日本以外は。だからテレビ局で金平さんとかね、玉川さんとかが降板だとか番組って降ろされてこれをなんとか、悲しいなとか言ってるんですよね。読売テレビの神保さんもそうだけど、神保さんか、はい、いやいや彼らねサラリーマンだから高給もらってるわけですよ3000万ぐらいの年収。それで降ろされてんじゃなくて単純に部署外でしょと普通だったら、それどの人だってそうですよね。どの会社だって部署を変えられるって社員が私は部署を気に食わないから辞めますって気に食わなかったら辞めればいいわけですよ。自分が好きなところだけ出れるっていうのはこれはおかしいんで、彼らは本当にジャーナリストと勝負したかったら会社を辞めてちゃんと契約をして出なさいと、これ前から言ってること。だからこの玉川さんは社員です。だからこの今回の降板とかそういうことは当たらない。部署外だと。もしね、うん、
なったとしても、はい、で当然ながらその文脈で言うと、当然ながら社員なんだからこの会社の方針に従うのはサラリーマンですから、だから高給もらってるわけですから、はい、もし会社の方針に従いたくなかったら辞めてフリーランスで出ればいいわけですよ、うん、まあ、テレ朝だったら例えば、細川隆三さんとかね、はい、末延さんとかいるわけですから、そういうふうに同じようにやればいいと、はい、で3つ目が、玉川さんのこの件に関しては、やっぱりね、あの現場取材が足りないっていうのは報道局の方からするとこれ政治部とかもうあの本人に取材もしてないのに勝手に好き勝手あのスタジオ展開するなよっていうのはあるんです、いつも、はい、これはもう当時一緒に出てたからそう、うん、で私自身がなんで、うん、あの報道局の方からも文句は言われなかったかというと、もう毎日のように現場で顔合わせてるわけですよ、うん、政治部記者たちと、はい、だから、まあ、上杉は嫌いだけど現場取材してるから、うん、まあいいかっていった形で情報番組出ていたけど実は報道枠みたいな形で出てたと、うん、まあ、特殊な場所だったんですね、はい、でも玉川さんやっぱりそういう意味では永田町に取材に来ることってほとんどないですし、うん、でましてやね今回の、電通取材を玉川さんがしたってことは僕一回も聞いたことないですね、うん、それからあと、菅総理の周辺に取材を玉川さんから来たと言ったら少なくとも私が聞いた中では誰一人聞いてないと、はい、だからこれなんでこういう発言したんだろうっていう、つまり取材に基づかない発言だからクレジットも打ってないしソースも打ってないですよね、はい、コメントで。これはずっと言ってるように、うん、そういうようなジャーナリズムの基本がされてないんで、彼のやったことに関しては一切賛同できないと、うん、いうことで、まず一つこの3つのセットがあるんですけど、とはいえ、まあ、意見が違うけどなんか単純にねその抹消して終わりっていうのはこれは右も左も関係なくよろしくないんじゃないかなと、うん、まあ、あの炙り出してですね本人何度もでも謝罪するか今言ったようなことの検証も自分の口で言わせて、はい、そしてなんで自分は間違えたかということを言わないと繰り返しになっちゃうんで。だから玉川さんは、まあ、今ねもう来年還暦でしょ玉川さん、もういい年してんだからね、はい、ちゃんとそれぐらいのことはね都合の悪いことを黙んじゃなくて本当にジャーナリズムを目指すんだったらきちんとね私はこれこれこういう理由でこういうふうに間違えたと、だけどこれはこういうふうな、失敗を糧にせえとか言うとかね、あるいは私は実は間違えてないんです、本当に電通なんです、会社の方針で止められたんです言うんだったら古賀茂明さんみたいに辞めればいいわけですよ、それ言って以上終わり、はい、さよなら、はい、分かりました。伊沢さんいかがでしょうか。今のあのね、上杉社主の最大の問題点はあの人玉川じゃないの、玉川ってずっと言ってましたよね。マジですか。こういうのはあのジャーナリストとしては非常に問題だと思う取材対象の名前を間違える、もうこれでもうあの下手をする、昔の先輩だったらジャーナリスト失格だよとか言うと思うんですけど、まあまあ多分あの本当だ声がねちょっとあの誰かの風でも移されたんでしょう、はい、あの本当だ。今回の問題に関して私があのまずね、出勤停止10日っていうのが罰かってことなんですよね、はい、あれ一応謹慎とか言ってるのがあの我々はフリーですから、あの例えばあの、はい、まあ、あの日給みたいな形でもらうわけ、つまり出られないとお金が入ってこない、だけど彼サラリーマンで固定給もらってるわけでしょ、だったらずる休みできるようなもんじゃない、10日間休めるわけじゃない、だったらね、だから減俸を伴わないとまず処分とは言えないと思います。それとね、もしそれよりも問題なのはね、これはちょっと僕の記憶違いだったら上杉さんに正していただきたいんですけど、あの人菅さんに謝りましたか。謝ってない。謝ってないよね、あれおかしいでしょだって公共の電波を使ってあれはあの電通に操られたって菅さんを侮辱したわけですよ。まずそのことを謝らなきゃいけない。他にあの例えばあの誤った情報を流して視聴者の皆さん申し訳ありませんでしたとかそういうことはもちろん謝らなきゃいけない。まず最初に菅さんすいませんでした、私はあなたを言えなく侮辱しましたって謝らなきゃいけない。謝ってないでしょ。だからこれがさ、僕は最大の問題だと思うん でだからね、あの上杉さんと違って彼はもうね出すべきじゃないと思う。つまりねそういう資格がない人間だと思う。 だってご自身もあの上杉さんも言ってたけどね、ディレクターでねなんか俺は操作するのが当たり前だみたいなこと言ってでしょ。そういう人間にコメントさせていいのかと僕は思う。僕はコメンテーターっていうのは例えば
例えばあの上杉隆という男が大嫌いで、もう本当はあの社会から抹殺したいと思ってるけれども、例えば彼が今回したことは正しいと思うなら正しいと言うべきなんですよ。それがジャーナリストとあるいはコメンテーターの責任なのに、そのあのまあ、彼も正しいと思うことはあるんだろうけど、それに沿って情報を操作するのが許されると思ってる人間は、私はコメンテーターの資格はないと思います。だから出すべきではないと思う、うん、そうだな、まあ確かにそうだな、あの玉川さんとはね、玉川さんとは、まあ、めずんどくさいな、もう玉川さんに解明してください、そういうことをきちんと取材しなきゃいけないという人間が言っていいのかな共演されてたので、多分ご本人にも玉川さんって言ってたんじゃないですか。言ってたあのね、今言おうとした1年半ぐらい前に銀座でご飯食べたんですよ、うん、でその時に、まあ、玉川さんって言ってるんだけど、うん、話になったのはジャーナリズムについてなんです、うん、で 玉川さんに、いや、あの玉川さんがまだディレクターから画面に出たデビューですよね、うん、コメンテーターデビューした時に実は僕が、うん、ニュースの真相っていうね番組のキャスターやってたん で、うん、で彼をワイドショーとは何ぞやっていうテーマで呼んだんですよ、うん、そしたら当時朝日新聞がまあ主催だったんだけど、めちゃくちゃ朝日新聞が嫌がって、うん、ワイドショーのコメンテーターって言って、うん、ナレーター、うん、リポーターだったら、ね、リポーターごときを我が番組に出すなと思ってね、うん、もうボロクソ言われたんですよ、うん、要するに。そしてそうは言っても私は自分の編集権持ったから、いや僕は責任出したんですね、うん、で玉川さんもすごい喜んで、うん、でいいの大丈夫って言うから、大丈夫じゃないけどやっぱりね、うん、あのコメンテーターじゃなくてワイドショーのレポーターを批判するに本人出さないと批判できないからということで呼んだんですね、うん、でその後に何度かしばらく会って、私があのテレビ番組に出なくなって、特にテレビ朝日からはね、早川会長からも出るなって言われてからは出てなかったんですが、たまたま六本木ヒルズの欅坂の下のスターバックスでねばったり5年ぐらい前会って、はい、で玉川さんに、玉川さんそろそろあのモーニングショーかな、なんか今の番組ですよね、なんかこっちも呼んでくださいよって、あの言いたいことあるからって言ったら、いきなりいやいや上杉さんは出せないよ、でなんでって言ったら、いや自分の立場まずくなるもんって言ったんですよでこれがね一つ、これ本当のことはもう言っちゃってるしね。二つ目、1年半前にご飯食べてる時に、要するにジャーナリズムにおいてどこまでテレビ局で言うべきかと。で、私が MX テレビの論文の淳との番組、淳と高橋を週刊リテラシーを下ろされた経緯なんか話をしてたら、玉川さんがこう言ったんですね。いや、上杉さんはね、お盆の縁を出ちゃうんですよと。お盆。ちょうどね、和食食べたんですよ、料亭で。で、お盆の上に出してきたんですね。で上杉君って言ったかな、上杉さんはこれでこのお盆の縁出ちゃうから使いづらいんだよって言ったんですよ、うん、でいや玉川さん、僕はねお盆の縁わざと出てるから、うん、だってこれ誰かが出ていかないとお盆がどんどん小さくなってるんですよって、日本の言論空間は、うん、っていうふうに言ったんですね、うん、そしたら玉川さんなんて言ったかというと、いやダメだよ、僕なんかね会長とかね、会長っていうのはあれですよ、早川さんですよ、はい、早川さんとか須藤さんとか、言っちゃいけないのか、これ。なんだっけな。言っちゃってるじゃないか、大丈夫か、これ。あ、いいか。あれだ。あれですもんね、クローズですもんね。あとね、芸能プロダクションの社長とかの名前出して、僕はいつも彼らと会食しながら、自分がどこのポジションにいて、お盆の縁をきちんと見ながら出てるんで、上杉君みたいに何でもかんでも言っちゃうタイプじゃないかなと言ったんですよ、これ。これ嘘じゃないから、玉川さん見てたら間違えてたら言ってください、間違えてないでしょで、つまり自分はそういうふうに社員だから、うん、お盆の縁を歩いてんだと、うん、言ったのに今回言っちゃったってことは、自分がお盆の縁からこぼれていた時にどうなるかってことは分かっててやったんだから、うん、それは自己責任ですよね、うん、まあだから分かってやってる人なんです、言葉遣い違うけど確信犯っていうの、これ使い方違うけどね、はい、まあ、だから地上波の人間って、例えばそれこそあの電波オークションとか絶対言っちゃいけないっていうのを頭に入れてそれでやってるわけだから、うん、だからそれがそもそもそれが問題だから、まあ、あの社主はこれを作ったわけですよ。だからそういうことを、まあ、地上波で根絶するのは難しいかもしれないけど、でもそういうことを当たり前のように考えてる人間に私はコメンテーターやってほしくないな。
そうね、うん、そう、その通りはね、その通りでね、うん、僕はそれで玉川さんに言ったのはその時に、うん、あのお盆があるのはみんな分かってると、うん、で言っちゃいけないけど視聴者は分かんないんだから、うん、玉川さんはやるべきことは私は社員なんでここまでしか言えないんだってちゃんと見せなさいと言ったんですよ、うん、でその範囲の中で自由に言ってるからと、うん、いかにも自分がね全部ねぶっちゃけ言ってるようなジャーナリストでございみたいなこと言っちゃうと、うん、本当にちゃんとやってるジャーナリストたちに失礼だからと、うん、言ったんですね。それですごい空気悪くなって他に2人ぐらいいたんですけど、うん、もうエスイ君はそこまで言わなくてもいいでしょうみたいな感じで私が悪者になってその回終わりましたというようなね思い出話をしたのは今回それを見ながら、うん、やっぱりねあのフェアにやった方がいいと思うんですよ、うん、自分は全部言ってないし、うん、社員なんだから限界があるんだって言っておけばいいんですよ、うん、最初から。だからね今回の件も電通っていうことは言っちゃいけないってなってんだからであれはね電通からの圧力もないですからね繰り返すように、うん、それが政権の圧力もないですよ、うん、テレビ朝日が自主規制で、うん、ほら言っちゃったって言って玉川がめんどくさいと思ってる玉川ねさんがめんどくさいと思ってる人たちいっぱいいるわけですよ記者も報道局も、うん、でここぞとばかりにもうこれ大変なことしてくれましたねって言ってみんなで下ろしただけの話なんで、うん、テレビ朝日の内輪の問題です、うん、でそれを知らない人たちがツイッターとかで玉川ですさんの、交番に反対しますとかね禁止に反対しますとしますとか言ってアホかってテレビ朝日社内のものでテレビ朝日に言えってそんなの、うん、ということで、はい全く電通も、政権もそこまでは相手にしていません、うん、正直な話、うん、どうなんだろうこれつぶやきですけどあのカットしてくれていいんだけどひろゆきの問題は行かないといけないのかな忘れてた。行きましょう。いやあのもうちょっとこれについて話題にしようかなとも思うんだけど、どういう感じなのこれ。ワンテーマじゃまずいわけ。いいですよ。あの、はい、あのですねあのそもそもね僕はあのニュースっていうのはねあのできるだけ客観的にあの正しい内容を伝えなきゃいけないと思ってるけど実はものすごく難しいんですよそれで。ちょっとでもねあのそれを伝える側に。まあ小的な要素があるとそれで例えばあのまあすごく好感まあ昔から広告代理店でよく言われてることだけどものすごく好感度の高い俳優に言わせあの伝えたいことは言わせてでそうじゃない人間にあの悪役なんかに本当のことを言わせるとあのそっちの方に情報操作されるみたいなことあるわけですね。で実はですね私はあの、まあ、TBS の出身なんですけどあの TBS がねずっとやってる良くないことがあってですねそれが今最近はちょっと他局にも普及しつつある普及あのあるんですけどキャスターに俳優を使うってことなんだ。これは絶対ダメだと思います。あのねもう古くはね小林慶樹さんっていうこれ大変の名優です私も大好きな、もう亡くなった方であの今まあ朝の古い時代劇なんかによく出てくるけどで小林慶樹という名優がいるんですね。その人をTBS はおはよう日本だったかなあの初めていわゆるニュースショーというもののキャスターに採用したんですよ。でなぜいけないかっていうと、ね、俳優ってのはね泣きたい時に泣けるんだよね怒りたい時に怒れるんだよ。そういう能力を持った人を私はキャスターとして使うべきではないと思うんですね。伊沢さん知ってて言ったのかな、それあのあれですよ全米も含めた全米ジャーナリスト協会もそうだけど、うん、伊沢さんの言ったことがそのままです、うん、あの本当に禁止されてるんですよ、うん、アメリカで俳優のキャスター一人もいないでしょ、うん、タレントさんいないでしょ、うんいないんだよね、お笑いいないでしょ、うんまあ、お笑い、まあ、ジョン・キングじゃねえや、ジョン・シュワートがいたけど、うん、あれはもう完全に、コメディアンが CNN のニュースをパクる茶化すという CNN のうん番組作ったらあれは許される、うん他はいないんですよ、うん、ましてはね歌手とかジャニーズとかジャニーズはアメリカにいないけど、いないわけですよ、うん、これやっちゃいけないからなんです、うん、キャスターをもうそれは明確に言って今伊沢さんが言ったことと、情報操作ができるから、うん、それから、やはりジャーナリズムの訓練を受けてないとアンカーなんで、うん報じたことに対して責任が取れないんですね、うん、例えば、アンカーの場合はどうなるかというとその時に報じてそれが虚偽あるいは捏造というものを意図的にやってたともしくは知っていたとなった場合にどうなるかというと、うん、番組ごとに自分も降板しなくちゃいけないんです、うん、まさにダン・ラザーそうでしたよね、うん、でもうとにかくアメリカでは、ジャーナリストがもし間違えた場合は一緒に番組ごと終わるんです、うん、でところが日本の場合はいやお笑いだからしょうがないですよって逃げるわけですよ、うん、
タレントだからしょうがないでしょ、俳優さんなんだからそれはもう勘弁してよってなるんですよ。でも都合のいい時はそれを使うと、うん、まあ、まさに本当に伊沢さんが言ったところで一つだけ例を挙げると、マイケル・ J ・フォックスが一時ね、うん、あの ABC のキャスターを1日キャスターやるってなったんですよ、うん、そしたら全米ジャーナリスト協会の特にキャスター部門の全員が、これ全員ですよ、東も西も全員が辞表を出しました、うん、マイケル・ J ・フォックスは素晴らしい俳優だと、はい、彼は、うん、彼は素晴らしいってみんな大好きだと、だけど彼が我々の仕事であるキャスターをやることに対してはタレント1日であると反対すると言って出したら、マイケル・ジェフ・フォックスがいやそんなつもりなかったと、うん、自分はその演技の中だけでやるんだという話になってやめたと、うん、まあ、これでも70、80年代の話なんですよね、うん、まあ、その後実はねこの辺のアメリカでも問題になってて、うん、キャスターの役で、映画に出ちゃったりしたと今は結構多いですけどね、うんうん、それでそれを批判されたりするという歴史はあるんですけど、まあ、その精神というのは日本のそれとは大違いだということを今伊沢さんが言ったことは実際禁止されているということですね。ということは本当は玉川徹なのに玉川玉川と言い続けたミスを犯したこの番組は明日からなくなるってことですか？あれはですね、違うんです伊沢さん僕はですね匿名報道士としてですね、ええ、いるんで、まあ、玉川さんっていうのは今回、ね、テレビ朝日でいたんですけど、うん、架空の人物の玉川徹さんという人を作っていたんですね。だから玉川さんとは特に関係ありません。私はそれ余計良くないじゃないよ。それはね本人を対して批評するのがジャーナリズムなのにね、あれはね架空の人物ですって、それはますます良くないんじゃない？これをやってるのが、うん、今ジャーナリストで復帰した有田芳生さんという人がやってます。あ、やってんだ、うん、自分で言ったことが外れて訴えられると、はい、あれは一般論で名前は特定してないからって言ったんですよ。あ、そうか、まあ、この訴えた人は上杉隆さんって言うんですけどだからこういうやっぱ卑怯なこと使えるわけですね、うん、これ冗談で私の場合やったのはみんな明々白々ですけど、うん、これ本気でやってる人が有田芳生さんなんですよ、うんうん、でそれはやっぱりこれ別に裁判やってるからうんぬんってじゃなくて、うん、ダメですよジャーナリストでやっちゃうと、うん、ジャーナリズムの番組なんて言うけど、そうですね、これダメです、絶対ダメ、うんうん、だから僕は彼は堂々と批判してるわけです、うん、そしてそれをテレビ使ってるテレビ局とかに関しては、うん、彼を使うべきじゃないと逆に言いますね、それは、うん、まあ、テレビ朝日ですけどね。でもさっきの重大発言はどうなの？その今の言ったことはあなたも同じこと言ったじゃないですか。あれは玉川徹氏に対するもんじゃなくて、玉川徹という架空の人物に対するというすごい卑怯な逃げを打ったんじゃないの？これなんか僕責められてる感じですね。いやいやいや、まあそこに関してはですね、うん、もう真摯に受け止めてお詫びしますよ、うん、このがとね、か、うん、違い、がかかか、うん、もうガとカで大違いですよ。かゆいのかなんか毒持ってるのかもうそれぐらいの違いですから。それは視聴者にお詫びしてるのか、それとも名前を間違えたご本人にお詫びしてるのか、どっちでしょうか？両者ですよ。玉川徹さんにもこれお詫び方々この後電話しておきますよ、それで送り届けてくださいって言ってきますよ。10日間暇なんでしょ、どっちみち。あ、言っと、あ、絶対電話しておきます電話するかメール送っておきます、はい、で早めにオペで出てくださいと言ってきます、うん、出ないって言ったけどね、欅坂の下では、うん、オペで出てくださいよって言ったら、出れないよと、なんで自分がいい時には出てね、出てくるくせにダメですよ、出てください玉川さん、ね、でもあの人はディレクターなんだから別にいいじゃん出なくてもディレクターはもう要するに物事を演出しようとする人だから、うん、演出は禁物でしょ我々にとって。だから演出はどうやって演出したかって聞きたいわけです。あ、なるほど、うん、今までいろんなこと言ってたけどあれはどこが演出なの、うん、みたいな。そう、あれ演出だの、あれ演出だったのみたいないやーとか、ね、はい、では軽く続いてひろゆきこと西村ひろゆき氏のツイートに関連した話題です、うん、俺ね、これよく知らないんでちょっと説明してください、はい、上杉さん、あなたでもいいけど、辺野古基地建設に反対する新基地断念まで座り込み抗議、腹痛3011日と書かれた看板の隣で、うん、満面の笑みを浮かべた博之氏がピースをしている写真を添えて、座り込み抗議が誰もいなかったので0日にした方が良くないというツイートが波紋が広がっていますということなんですけれども、うん、上杉さん、この感想いかがでしょうか？うん、これはあれですよね、ひろゆきの感想ですよね、
っぱりね、それってどうなんですかね、やっぱりいいんじゃないですかと、僕はもうどうでもいいと思いますいやこれは玉川氏のやったことに比べれば一応真実の報道ですからね、はい、あの彼があの例えばあのなんかトリックを用いてそこにいる人を晒せてやったっていうなら問題だけど、実際いなかったんだからそういう瞬間もあるんだっていうことで、まあまあ、あんまり私は茶化すのは好きじゃないけど、だけどそれは言ったらいないじゃないっていうのは一つの正しい情報ですから、僕はそこはそれはそれでいいと思うんだけど、どうでしょうか、うん、そう、僕もねこのね、ひろゆき自体のものじゃなくてこれに対する現象部分としてのマスメディアの分断と盛り上がりが面白いなと思って、コメンテーターも含めて、要するにゼロって言ったらそんなの朝と、昼と夕方に一日に時間を決めてやってんだと、あの門が開いてダンプが入る時間帯を、私も何度もこう言ったことあるんですけど、まあ確かに一日いないんですよ、でもそれを、まあ、多分ひろゆき分かってなかって言っちゃったんだろうけど、それを目くじら立てて、なんで分かってないんだと、いただって言ってる方もそうだし、一方で、いやそれはまあ24時間座り込みしなくちゃ座り込みと言わないんだと、ただそれはあなたの考え方でしょっていう話を、まあ、両方がですねこれ持ち上げ取り上げて、ひろゆきっていう人物に対してどんだけ期待しててんだと、期待してんだと、私がすると別にひろゆきのことはまあ本人にも言ってますけど、ソフィスト、まあ詭弁家なんで、単純にその楽しんでるだけだから、これをまともに取り上げる自体が、まあ、ひろゆきの術中にはまってるなと思ってるんですけどね、ニュースになっちゃってるんだもん、もうびっくりしちゃうわ、今ほらアベマとかテレ朝とか使ってるでしょ、ひろゆきを、これ一般のね若い人たちは知らないけど、昔ひろゆきは別にその茶化す方だから右でも左でもないわけですよ、要するに勝ち敏乱的な振る舞いをして、それで楽しんでるだけだから、立派な人間でもないし取材もしてないし、だからそこをまともに受けちゃって、琉球新報とかねデニさんとか怒ってる、一方で、今度右側の人たちはほら座り込みなんてこんなのやってないじゃないかって言ってそこに乗っかってくるという、いやもう正直言ってもう大丈夫か両方ともと、いうことでこの問題を取り上げるということですね。別にあの私はひろゆき氏の肩を持つわけじゃないけど、やっぱ座り込みっていうとずっと座ってるってイメージはあるんだけど、それそういうこと言うと怒られるわけ？いやそれね、なんか茂木健一郎さんがそれ言ってたんですよ、そしたら茂木さん炎上してましたね、こんなのだって価値観っていうかその人が決めることじゃないじゃないですか、それぞれが座り込みって言って、例えばじゃあ厳密に言うと24時間座り込みしなくちゃいけなかったと、トイレ行っちゃって1回空いた、もうこれダメだと、ゼロに戻せと、そんなルールないし、かといってじゃあ1日1分でも座り込みって言うのかというと、そうじゃないと思う人もいるし、そうだと思う人もいるし、まあ、正直それはあの価値判断ももちろん入ってるけど、座り込みっていうとやっぱりあの一般的な国語のイメージとしてはあの長時間座ってるという、座り続けてるっていう、まあ、イメージがあるんですけど、私もイメージはそうですね、ハンガーストライキとかね、あの官邸前の座り込みとか、まあ、昔僕があの秘書時代の新進党の時に、従前国会っていうのは、従前国会っていうのがあって、で国会の中で座り込みするんですよ、あのピケって言って、でそれなんか1分たりとも離れちゃったら、全部解除されちゃうんで、やっぱり座り込みという部分ではピケは、1秒たりとも離れられないで、みんなトイレ行く時もバリケードを崩さないように対立を組んでトイレ行くとかね、なんでこんなことやってんだろうと思ったけど、まあそういうもんだと、私はそういうふうに思うんだけど、解釈の仕方って人それぞれでいいと思ってるんで、まあどうでもいいんじゃないのとまあいいんじゃないですかみたいなね、でこういうふうに言うとまた怒られちゃうけど、まあだから何を言いたいかというと、ひろゆきのやってることをいちいちニュースにしてやってるのはひろゆきの術中にハマってますよと、なんかもうねここでね真面目に話してるのがね、もう右の人も左の人も大丈夫かなと、もう完全にやられちゃってるんですよ、まあ、もうひろゆきはもうこれ、やられながらもう国葬に出ると思います。そもそもじゃあ今我々が喋ってるのも術中にはまってるってことにならないの？はまってますね、はまってますねだからはまってない、はまってはまんないようにねっていうことを言おうと思ったんですけど、あ、なるほどそう、ソフィティスト、勝ち敏乱者、それ以上のものでもないし、それ以下のものでもないんですよ、立派な人でもないし、取材をできる人でもないし、ね、あの深い知識を持ってるわけでもないし、深い洞察力もあるわけじゃないんですよ、反射神経でパッパッパッとうまく言ってるんで、目の付けどころはいいよな、
いいですよ、もう天才ですから、彼はそこは、うん、でそれで何も物事をこうやって起こすというものが得意なんですよ、昔から。ただ2チャンネル作った時もそうだし、うん、そこで何が炎上するか、うん、何が当たるかで、ドワンゴに行ってニコニコの方に つく、うん、で途中から堀江貴文と一緒につながるけど、うん、まあ、堀江貴文の反論する餃子屋さんにパッとね、クラファン作っちゃって、それをまた燃えさせると、うん、まあ、そういうふうにね、もう相手が誰であろうと、うん、要するに勝ち敏乱者、うん、愉快犯なんです、うん、そしてそこにともうね、才能だと思うんですけど、うん、単純に言うとソフィストなんですよ、うん、正しいこと言ってるわけじゃないし、うん、まあ、ソフィスト分かりやすいですよね、奇弁家なんで、うんうん、だから奇弁を弄するだけで、うん、それで支持を得ると、うん、でその人気をもとにビジネスをしてるだけの話だから、うんうん、それをね、ひろゆきが正しいか正しくないかと、もう手に取るように分かりますよ、もうひろゆきが北総演伝のがもうね、それこそ15年前、20年前になるかな、一緒に番組やってた時もそうだけど、うんうん、もうポジションを取るのはもう天才的にうまいの、生放送もそうだけど、うまいなと、さっと逃げながら、すっと譲りながら、ポッと入ってってパッとまた逃げるってね、もうね、天才、そういう意味では天才だけど、彼は別にジャーナリストでも何でもないんで、正しいことを言うとか、そういう前提はやめた方がいいんじゃないかなと、いうふうに思いますね、はい、いや、ひろゆきもオペイド出てくださいと言っときましょう、それこそ術中にはまったことにならないかえ、それこそ術中にはまったことにならない、オペイド視聴者増えるかもしれないじゃないですか。そういうね、つまらない野心というか欲は書かない方がいいと思いますけどね、オペイドのお金がなくなっちゃってるんだから、しょうがない、ひろゆき助けてもらわないあ、そう、ひろゆきにね、あれですよ、この前あれですよ、オペイドの経営が苦しいんで、ちょっと経営やってくんないって打ったんです、うん、はい、無視されてますそれもう一回打ちます。だったらそんなことしたらさ、えらいことになって、うん、例えばここへやってきてね、あることないこと言ったりするかもしれないじゃないですか。いいですよ、だってその経営だけど編集には口出させない、金だけ作ってきてと、うん、その代わり口は出すなよ、うん、絶対に右も左も反ひろゆきも新ひろゆきも、じゃあ面白くないね、ひろゆきちょっと頼みますよ本当に、ね、あれ昔ほら半蔵門で居酒屋行ったでしょ、あの時終わったら僕だからね写真の声が届くんでしょうか、ね、回収、ね、まあ、高くつくよ、まあ、高いな、金にね、困ってる経営者はねあまり出さない方がいいかもしれませんそういうことですかね、わかりました。伊沢さん、上杉さん、本日はありがとうございました。はい、ハンドモンの居酒屋は僕がお借り出しました、ひろゆきまだ言ってるまだ言ってますね、はい、来週10月10日月曜日は祝日のためお休みとなります。次回の10月11日火曜日のニュースオペエドライブは、解説委員にフリージャーナリストの五十嵐文彦さんと、ノーボーダーニュース東京編集主幹で明治大学名誉教授の蟹瀬誠一さんです。それではまた来週お目にかかりましょう。失礼します。Thank you.